ようこそ犬との生活向上チャンネル、ドッグトレーナー瀬方です。今回は実際に起きた甘噛みの問題と解決っていうことについてお話ししていこうと思います。私犬のしつけ教室をやってるんやけれども、そこで実際ね、飼い主さんが甘噛み困ってるんですよ、どういうふうにしたらいいですかっていうことね、これを実践して解決してきましたよっていうことについてのお話。この甘噛みっていうのは2回今のところ起きてるそれぞれ原因と対策が変わってる。まず最初ね、その方はね、初めて犬を飼われたんやけれども、ものすごい甘噛みが大変だと、もう触ろうとしたらもうガブガブ噛んでくると、どないしたらええねんさって、その幼児期の甘噛みだね、これについて困ってはった。私がどういう風に見てアドバイスさせていただいたかって言ったら、まず手の出し方ね、手シュッとね、頭の方に近づけると、その手に対してガブッとね、こうおもちゃを捉えるようにガブッとくる、そういうのが見られたんで、ってもしかしたら頭の方にね、手を伸ばすとこの子嫌がったりとか、まあ甘噛みにつながるかもしれないんで、胸の方に手を伸ばしてこの子が、ね、驚きにくいように出してみてもらえますかっていう風にアドバイスをして、でそーって触ってもらえると、まだ甘噛みはするけれども、頭に手を出すよりかは胸の方が、そして出し方をちょっとそういうアドバイスで、ね、意識してもらうことで甘噛みの比率が圧倒的に減った。胸をなでなで、ね、犬に驚かさないようにそうなでなでなで、これだけでもね、甘噛みの回数っていうのは非常に減った。でもまだまだ甘噛みがする。なんでって言ったら、今まで手を出されたら噛むっていうことが習慣がついてたから、どうしてもね、やっぱり胸を触ろうとしても噛まれて痛い痛いってなって、やっぱ飼い主さんも声を出したりだとか、痛がって怖くなっちゃったりだとかして触れなかったの、ね、恐怖心からね、こうなかなかそーって手出されて、噛まれるかな噛まれるかなって、こうなんかおっかなびっくりになっちゃって、その動きに対して犬もこうついついこうホフってこうね、こうピクピクするもん、犬好きやからね、そういう風にして手がこうガタガタ動いてると、おもちゃだと思ってガブってきちゃってた。じゃあ、これはちょっと今この手段は使えないな、どういうふうにしたのかなって言ったら、サークルに入れていただいて、サークルに入っている犬に対して手を出してもらった、ね、そうするとサークルっていう物理的な壁があるから、ね、手を引っ込めたら安心やんか。だからサークル越しにそーっと手を出していくのね、そーって。で犬が噛みそうになったらスッって引いてもらうの、ね、もちろんサークルの中までは手入れないよ、そう、サークルのね、手前まで手を出して、犬が噛みそうになったら吸う。で、犬が噛みそうになかったら、なでなでなでだとか、そこでおもちゃを使って、ね、子犬のね、サークルにおもちゃ入れてあったんで、そのおもちゃを持ってサークルの中でちょっとおもちゃ遊んでもらう。で、おもちゃを噛んだら、パッと離してもらう。あ、よかったね。そうすると、犬にからすれば、手を噛めない経験をしていくわけね。もし万が一手を噛もうとしても、サークルがあるから噛めないやんか。だから結果として犬は手を噛めない経験、噛めない経験を繰り返していくと、何を学習させるかって言ったら、子犬は手は噛めないものなんだなっていうのをどん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 学習していったの。そうやってサークル越しに安全に飼い主さんも怯えることなく、そして子犬が噛むことなくレッスンが成立していって、それも何回も何回も繰り返して、まあ、扉を今度開けても触ってみましょうかとか、そういうふうな、どん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 レベルを上達していって、まず一旦の甘噛みは落ち着いたの。でも最近になってまた甘噛みがね、再発したっていう話を聞いた。じゃあ今度ね、どうしたんやろ、なんでなんやろなって。で、以前はそういうので甘噛みがどんどんマシになっていったのに、また増えたって言ったら、また別の原因を考えないといけないわけね。そこで私が現場に行って、行かしてもらって、何が起きてんのかなっていうのを見たりだとか、飼い主さんとお話しして聞き出していくわけね。それで一つ分かってきたのが、飼い主さんがワンちゃんのトイレトレー、それをこうガラガラガラって出すときにね、襲いかかってくるっていう話があったのね。トイレのトレーを引き出すと犬が噛んでくるの？でもそれは現実として起こってんのよ。なんだろうなーって構ってほしいからかなー、うーんっていう話をいろいろしてたんやけども、でもトイレトレーを出したから構ってほしいっていう理由がわかんないのよね。うん。で、それをね、なんでかな、なんでかな、でもトイレトレーに触ったら噛んでくるのは事実やしなっていうので、いろんなパターンね、こう飼い主さんの行動パターンを見て犬の反応を見ていくと、一つ気がついたの。飼い主さんが座っているときは犬がね、甘噛みしにくいの。
逆に立ち上がったり座っている姿勢がねちょっと中腰でも喧嘩すると子犬ちゃんがガブリって噛みつくっていうことに気がついたのね。じゃあこれで何を犬が思ってるかっていうのが想像できたら、ああそういうことねって皆さんわかるかな、これどういうことかわかるかな。人の行動の変化、座るから立つ、そして犬がそれを見て何を思うか、ね、人が立った行動の後に何をするか、そして何をするから、子犬の方が甘噛みをするかっていう、この理屈ね、パン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 って、それが一気にベンってつながったのよ。じゃあどういうことかって言ったら、座ってる時っていうのは人がいなくならない、ずっとこうやって構ってもらえるっていう確証があるの。人がしゃがみ続けてる限りは遊んでもらえるし、人はどこかへ行かないっていう確証があるね。でも立ったらどうですかって話やんか。立ち上がったら移動するやん。何のために立つかって言ったら座るために立つんじゃないやんか。移動するためにほぼほぼ立つやんか。だから立ったら大好きな飼い主さんが別の部屋に行ってしまう、もしくは離れ離れになってしまうっていうのを子犬は経験していったわけ、ね、そうしていくと立ち上がる飼い主さんが立ち上がるイコール自分にとって子犬にとって嫌なことが起きる合図だと思うのね。だから子犬は行かないでって言って噛むことで制止しようとしてるわけ。それやめてどっか行かないで、もっと構ってだから子犬のトイレトレイを掃除するときもそうなの。しゃがんでる状態からちょっとふっと立ち上がって移動するからガブって噛んでくるって、ね、それにつながって、ああこの子はこういう心理で動いてるんですね。だから別に甘噛みをしてやろうとかじゃなくて、立つことがこの子にとってストレスっていう風に感じてるんで噛んでるんですねっていうのが原因として分かったの。じゃあここまで分かれば、原因が分かれば対処は結構簡単になっていくわけ。どういうことって言ったら、立ち上がることで犬にとって子犬にとっていいことが起きるんだよっていうのを伝えていけばいいわけ。単純にすれば、ものすごく単純にすれば、人が立ったらご褒美もらえるだけでもいいの。最初は立ったらご褒美、立ったらご褒美ね。でもまあそこからそこだけでも進めていってもね、おそらく頭打ちになるから、今度立ったら座るんだよ、お座りするんだよとか、立って飼い主さんが移動したらお座りするんだよ、そしたらご褒美出るよ。こうやってね、飼い主さんが立つだけでもご褒美出るし、立って移動してもまだ犬にとっていいことが起きるならば、立って移動することを子犬の方が受け入れてくれるわけ。そうすると行動が変わって甘噛みが減りましたね、少しずつ減らしていきましたね。そしてそれを経験として繰り返していけば、甘噛みはおそらく減っていくんじゃないかなと思う。こうやって甘噛みって言っても、原因によって対処する方法が変わるし、消えたからといって、二度と甘噛みがなくなるわけじゃなくて、また別の原因で甘噛みが再発したりもするこの辺は人の行動、犬の行動、人の心理、犬の心理っていうのを見て原因を究明して、そして対処していくっていうのが必要になってくる。私のしつけ教室ではそういったことの専門家プロですので、ぜひ下のね、下記のコメント欄から LINE やホームページ見てご連絡してみてください。それでは次回もお会いしましょう。それじゃあねー、バイバイ。